と一つは水素。こんにちは、ともです。今日は周期表をやっていきましょう。この動画は日本語学習者向けです。今日の目標はこの周期表に書いてある代表的な元素を日本語で言えるようになることです。はい、では早速元素の読み方をやっていきましょう。日本語の元素の読み方は大きく2つに分かれます。1つは外来語、これはカタカナで書きます。2つ目は漢字、難しい漢字はカタカナで書くことがありますが、この2つに分けられます。で、さらに1番は2つ、1の1、1の2に分かれて、2番、漢字も2の1、2の2に分かれて分かれます。で、こう分類して覚えていきましょう。友の動画、まずは1の1からやっていきましょう。1の1は英語とは全く異なる読み方をするものです。どういうことかというと、日本語は基本的にドイツ語の単語の読み方です。どういうことかというと、この NA は英語でソリウムですが、ドイツ語では、正しい発音は分かりませんがナトリウムみたいな単語です。なので日本語では日本語ではナトリウム、 NA はナトリウムと言います。同様にカリウムはポタシウムではなくカリウムと言います。はい、では次に 1-2 その他の外来語をやっていきましょう。ここに分類される元素は英語の発音に若干似ていますが、日本語では基本的に英語読みではなくドイツ語読みをします。例えば TI はタイタニウムではなくチタンと言います。このように日本語では英語読みではなくドイツ語読みに近い読み方をします。では見ていきましょう。ヘリウム、リチウム、ベリリウム、ネオン、マグネシウム、アルミニウム、アルゴン、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、クリプトンがあります。2番、漢字を使う元素をやっていきましょう。2-1ではこの素という漢字を使う元素、その次に2-2、素を使わない漢字、日本語をやっていきましょう。ではまず素を使うものから、水素、酵素、炭素、窒素、酸素、フッ素、ケイ素、塩素、ヒ素、臭素、ヨウ素です。今読み上げた元素の中にカタカナが入っていたと思いますが、このカタカナは本当は漢字があります。でも漢字が難しいため、このように漢字ではなくカタカナを代用して使っているものというものがあります。次に素という漢字を使わない元素についてやっていきましょう。リン、硫黄、鉄、銅、亜鉛、銀、金です。最後にテストをやっていきましょう。なるべく一定間隔で言っていくので、僕が言う前に元素を日本語で言えるか確認していってください。全部できるようになるまで何回も繰り返し見てやっていってください。ではまず第一族からいきます。水素、リチウム、ナトリウム、カリウム。第2族、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム。次に典型元素を中心に、右側の方、酵素、炭素、窒素、酸素、フッ素、ネオン、アルミニウム、ケイ素、リン、硫黄、塩素、アルゴン、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウム、
ヒ素、セレン、シュウ素、クリプトン、ヨウ素。次にその他の元素いきます。まず、オリンピックのメダルの色のやつ。金、銀、銅。その他の金属。スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルです。できましたか？何回も見て練習してみてください。さよなら。